ジョイ TV をご覧の皆様、こんにちは。バイヤー高橋です。この度私のファーストシングル、ドーナツいっぱい食べたい、私はノンコホ以外食べないをリリースさせていただきました。ありがとうございます。まあ、この曲はですね、社会にはびこる不条理ですとか、憤怒怠惰傲慢、そういったものに対する私の思いを歌に乗せさせていただきました。でこの中で私の思い入れのある部分っていうのがありまして、拳銃タイムという、そのタイムの中で私が何発か、拳銃を撃たせていただく、何発か拳銃を撃たせていただく場面があるんですけれども、まあ、これはですね、まあ、ドーナツと同じように、風穴を開ける、風穴、日本国民一人一人が、それぞれ違う拳銃を持っていて、で風穴を開けることで、半生じゃなくする、 熱が通りやすくする、人生も半生じゃなくする、半生じゃない人生を送っていただきたい、こういう思いを込めさせていただいております。老若男女皆さん歌いやすい曲になっておりますので、ぜひ歌ってみてください。以上、バイヤー高橋でした。ジョイ TV、 ジョイ TV をご覧の皆様、副直近地でございます。この度は私のサードシングル6パックをリリースさせていただきました。この曲は腹筋を鍛えながら演歌を